方戦隊マジレンジャーの主人公である、小遣いを演じた橋本篤は、マジレッド役として初主演、初レギュラー出演を果たした。スーパー戦隊シリーズのレッドとしては、当時歴代最年少である、マジレンジャーのオーディションでは、二次審査と大学の説明会の日程が重複していたが、説明会へは行かずとも、大学受験はできると考え、二次審査に参加することを選んだ。共演者たちとは撮影以外でも、5人で行動することが多く、オフの日は伊藤祐樹や松本博也の家に泊まることも多かったと述べている。NHK 朝ドラ共演者の松重豊からの影響で、演劇の方面へ進んだと語っている。連載もいくつか持っており、映画コラムなどの執筆活動もしている。出演作が賞を受賞することが多く、ヒストリーボーイズでは、第22回読売演劇大賞、白ヤギの会、トロワグロでは、第59回岸田國士戯曲賞、ムージック、ラボ2018、映画、月決め男友達で、最優秀男優賞を受賞などがある。